こんにちは、今お昼のだいたい1時頃なんですけれども、ここは長崎県の長崎市ですね。すすき塚というところのこの今見えてる桜いっぱい咲いてますよね。ちょっとここに行ってみようかなと思いますので、では車で移動します。はい、着きました。結構穴場なんですよね。ここ好きなんですけど誰もいない。よいしょ。うわー、綺麗。ふふふふふ。ちょっと歩いてみようかな。うわ、すごい。うわ。よいしょよいしょ。ちょっと下るとまた桜がですね咲いてるので、ちょっと下ってみます。よいしょよいしょ。ちょっと歩いてきました。いいですね。今映してるんですけど、こっち側からはちょっと光が反射してよく見えてないです。これ見てる人が綺麗に見えたらいいなと思いますけどね。ここはすすき塚町のですね、高速のちょっと下のところというか、私はデイサービスで利用者さんを何度も連れてきたことがあるんですけど、なかなかですね、駐車場がここはなくてですね、車止められないっていうのと、まあご覧のようにあんまりこう谷底っていうか、そこでですね、お昼ご飯食べるスペースっていうか、ご座敷でみたいなこともなかなかですね、できないようなところでございますので、車がで通る分はですね、景色としてとてもいいんですけど、なんせ道が狭いので、軽自動車やったら楽々行けるかなと思うんですけどね。普通車10人乗りはもうギリですね。ちょっと運転上手な人しかちょっとおすすめしませんね。通常はもう本当小さな道で、地元の近所の方が通るような近道なのでですね。おー、すげえすげえ。今道を下ってますね。まだずっと桜が、そんな有名なスポットではないですね。私がお気に入りっていうだけで。よいしょよいしょ。まあ、たまにはいいんじゃないですかね。さっき下ってきたところはこんな感じですね。まあいいんじゃないですか、たまには。こんなのも。よいしょよいしょ。ここはダムなのかな。ここね。はい。まあ、今日がもう花見日和ですよね。今日逃したら後はないかもしれんですね。っていうのに、家族でこの間一人で来てるという、いやー、大自然ですね。本当なかなかこんな歩く機会もないですよね。こんな綺麗なとこ、私も歩いて下るの初めてかもしれないですね。まあ外に出れない方は、まあ、これ見ながらお弁当とかですね、食べたらどうでしょう。なんて、本当誰もおらんわ。まあ、通行人一人。
ちょっとちょっと。もうすぐ終点ですね。そこ橋のとこまで来たら終わり。あとは登りますけど。おお、上を下ってきた。上を見ていますが、無理か。何も見えん。はい、こんな道でございましたが、どうでしょう。結構綺麗な。この桜のアーチをみたいな。天気が良くて良かったですよね。わあ、すごい。あれさ。わあ、綺麗。わあ、この辺が一番綺麗かな。多分ね、これ上空から見たらすごい綺麗だと思うんですよ。ちょっと車放置してきたんで若干心配。てか初めてこんな撮影してるので声が入ってるのかな。入ってなかったらいいんだけど。それでも、あたたたたあたたたた、すごいすごい撮っている。うわー、すごい。まだまだ車のとこへいれば戻れない。お、すごい。よいしょよいしょ、すいませんね。変でパッチリとか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まだ上りですね。もう時間が10分ぐらいになるので、もうそろそろおさらばしようと思うんですけど。はい、じゃあこの景色を最後に、まあ、桜見に行けない方はこれで堪能していただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。